KDDI は通話しやすいよう形を曲面状にした端末や6インチを超す大画面端末を発表しました。春商戦に向け補正的な端末で他社との差別化を図ります。こちらのスマートフォン、ディスプレイがこのように曲線を描いていて顔の形にフィットするようにできています。また画面も大型で動画を再生すると映画館のような臨場感のある映像が楽しめます。 KDDI が発表したのはスマートフォン4機種とタブレット端末1機種です。従来サイズに加え6インチ以上の大画面のスマートフォンが業界で初めて登場しました。去年秋に NTT ドコモが参入し、大手3社が揃って iPhone を取り扱い、競争が激化する中、年間で一番の盛り上がりを見せる春商戦に、スマートフォンのバリエーションを増やし、利用者獲得を狙います。